製造直後のブクフ4-4-1号機1910年頃、最式絵葉がキルガーのテセレテ鉄道アブダ4-4型電車は、スイス南部ティチーノ州のルガーの近郊の鉄道である、ルガーのマイナステセレテ鉄道で使用されていた1等2等荷物合わせ作り電車である。なお、本機はブクフ4-4型2等3等荷物合わせ作り電車として製造されたものであるが、 その後1956、62年の昇号改正を経て、アブダ4、4型となったものである。スイス南部、イタリア語圏内のティチーノ州のルガーの湖北岸の都市ルガーの近郊の私鉄であるルガーのマイナステッセレて、鉄道は1909年の開業に際して、電車3両、客車2両、貨車4両を総額18万3500スイスフランで用意し、 その後1957年にかけて、さらに客車5両、貨車3両を増備し、同時期に開業したルガーのポンテトレーザ鉄道、ルガーの市内線が集結する、スイス国鉄ゴッタルド線のルガーの SBB 駅から、北方へテッセレテ通り上の平洋軌道をもしくは、それに、沿った専用軌道の路線でテッセレテまで 7.8km を旅客列車。 貨物列車ともに電車が牽引をする方式で運行を開始している。この開業に際して用意された2等3等荷物合わせ作り電車が本校で述べるアブダ4、4型であり、当初形式は、ブクフ4、4型として1909年に1から3号機の3両が用意され、その後スイスの鉄道における1956年の 客室等級の一から三等の三段階から一から二等への二段階への統合と、これに伴う、称号改正により二等室が一等室に、三等室が二等室となって、形式記号も C から B に変更となって形式名がアブフ4、四型となり、さらに九百六十二年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、形式名がアブだ4。 4型となって1967年の路線廃止まで3両とも唯一の動力車として運行されていた。なお、実際の称号改正は鉄道によってはこの通りでない場合もあり、本形式も現車の称号改正時期の詳細は不明で、1965年時点でもアブフ4、4型の車体表記の期待もあった一方で、路線廃止時点では客室を 全室に当室として、部の4、4型となっていたとする資料もある。本形式は、当時のスイス私鉄用電車の標準的スタイルに準じているが、路面電車を除くスイスの電車としては他にほとんど、事例の見られないダブルルーフの屋根が特徴となっており、製造は、車体、台車、機械部分を SWS が、主電動機、電気機器は、アリアースが担当している。 各機体の基盤と製造年、製造所は、以下の通りルガーのテッセルテ鉄道の1963から64年冬、ダイヤの時刻表。ありがとうございます。